オープンイノベーションの広がりによって、さまざまな分野で優れた企業事例が増加しています。これに伴い、有望な投資先の発掘には多岐にわたる専門性が必要となり、その目利きは一社単独ではなく、複数の企業が協力して行った方が効率が良い時代になりました。こうした中、デジタルガレージと大和証券グループは、共同で株式会社 DG 大和ベンチャーズを設立。次世代技術を有するスタートアップ企業を対象とした投資ファンド、DG ラボファンドを立ち上げました。DG ラボファンド最大の特徴は、DG ラボとの連携にあります。ブロックチェーン、AI、VR、AR、セキュリティ、バイオテクノロジー、今後さまざまな事業基盤となる5つの分野にフォーカスし、新たなプロダクトサービスを生み出す研究開発組織、それが DG ラボです。DG ラボファンドでは、この5分野で次世代コア技術を有する企業を支援、出資者である大企業と投資先の事業連携を積極的に進めます。また、DG ラボとの連携によって、投資先が保有する技術を新たなビジネスの柱へと育成。DG ラボが開発した技術を事業化する協賛企業とのジョイントベンチャー企業にも投資を行っていきます。ファンドが行う投資から育成、回収に至る流れ。ここで強みとなるのが、デジタルガレージグループが誇る投資ネットワークと、数多くの企業を育成してきたインキュベーション能力、そして大和証券グループが持つファンド運営のノウハウです。デジタルガレージグループはこれまでシリコンバレーを中心に有数の投資家たちとネットワークを構築。東京、サンフランシスコ、ニューヨーク、ボストンに拠点を展開することで、グローバルなベンチャー企業や最新テクノロジーの動向を把握しています。 DG ラボファンドではグローバルベンチャーとの事業機会を作り出し、投資先企業との資本提携や事業アライアンスの機会も提供していきます。さらに、これまでの投資実績が示すインキュベーション能力によって、投資先企業の価値を最大化。大和証券グループの IPO 支援や M&A ノウハウを活用することで、最良のExitを目指します。DG ラボファンドは、出資者にとって最適なポートフォリオの形成に貢献していきます。